3分でわかるテストでクソの役にも立たない古代エジプトし始まるよ。私は第31王朝以降をエジプトと認めないのでそこは入れません。では早速始めよう。まずは先王朝時代から。エジプト史で王が確認されるのは紀元前3000年頃であり、二大都市であるアビドスとヒエラコンポリスが神エジプト元王国を形成したと考えられ、巨大な王墓が増設された他王の主導による交易も行われ、またアビドスでは最古の文字が確認された。ここからはエジプト初期王朝。アビドスで埋葬された王のうち、ナルメルが上下エジプトを統一したとされる。ナルメル王は第一王朝の創始者とみなされ、彼の時代から本格的にエジプトが発展していく。ちなみに初代王とされるメネスは考古学上存在しないとされる。次は考古時代。ナルメル以前から考古まで王朝は連続しているが、大きな違いは考古ではピラミッドが造成されたことである。最初にピラミッドを造成したのは第三王朝の創始者でもあるネテリケトであり、ファラオの権威が頂点に達したクフ王の時代では最大のピラミッドが造成されている。考古がこのような巨大な建造物を造成できたのは、盛んな軍事遠征による戦利品の確保や発達した官僚制度のおかげであり、また他にエジプトほどの大国が存在していなかったことも功を奏した。ただペピ2世の治世になると各地で反乱が発生し、地方支配者が権力を持つようになり、各地で王国が勃興した、この時期を第一中間期と呼ぶ。この状況を打開したのがメンチヘテプ2世であり、内戦の末エジプトを再度統一した。ここからエジプトはしばらく安定な時期を迎え、これを中王国と呼ぶ。中王国時代で最も繁栄したのはセンウテレト3世とアメンエムハト3世の時代であり、この頃のエジプトは現在のパレスチナまで進出していた。ただ彼らの没後、短命のファラオによる統治が続き、官僚制度によってしばらく安定な時期が続いたが、反乱や異民族の侵入により再びエジプトは混乱に陥る。この時期を第二中間期と呼ぶ。この時代ではよくわからん民族であるヒッソスの王朝が樹立され、エジプト人の王朝は北はヒッソス、南はキシュと敵に囲まれてしまう。追い詰められた第17王朝の世間エンラー、ターによって独立戦争が勃発。しかしヒッソスによって捕らえられ処刑されてしまう。これを機に一時休戦状態に入るが、息子であるカーネスが進化の反対を押し切り再び戦争を再開する。この時の戦争はエジプトの優勢であり、ヒッソスの都であるアバリスまで侵略した。しかしながらカーネスは創生、エジプト統一は老いのイアフネスに受け継がれる。イアフネスは長年かけてヒッソスをエジプトから追放し、エジプトは再び統一される。ちなみに余談ではあるがヒッソスは軍事侵攻でなく集団移住によってエジプトに定住したとされる。イアフネスの統一事業後、エジプトは最盛期を迎える、これを新王国と呼ぶ。この時期において多くの建造物が作られ、また軍事遠征も盛んに行われた。トトメス3世の治世下では最大規模の軍事遠征が行われ、シリアの先、ユーフラテス川まで進撃した。その後国民や貴族から墓をぶっ壊されるほど喪失感を食らったアメンホテプ4世の宗教改革があったり、近親婚しまくった結果血筋が断絶したりしたが、ホルエムヘブによってある程度立て直される。そして彼によってファラオに任命されたラムセス1世から始まる第19王朝時代に、エジプトは再び繁栄する。ただ第20王朝のラムセス3世以降、気候変動や海の民とかいうさらによくわからん奴らの侵攻、さらに他民族の侵入や侵犯の権力の増大によりエジプトは分裂する。これを第3中間期と呼ぶ。この時期は下エジプトをファラオ、神エジプトを神官団が支配するという歪な構造となったが、互いの権利をある程度認め、共存していたとされる。これを解消したのが第22王朝のリビア人のファラオであるケションク1世で、神官団の影響力は低下した。ケションク1世の時代にエジプトは一時的な統一を迎え、軍事遠征も行ったが、彼の死後エジプトは N 度目の分裂を迎える。この分裂ではかつての隷属国であったキシュにエジプトを統一されたり、アッシリアの侵入もあった。ただこの分裂も長くは続かなかった。アッシリアによって猫一世の自治権が認められ、その息子であるプサメテク一世により何回目かわからん統一を迎える。この時期を末期王朝と呼ぶ。この時代でエジプトは最後の繁栄を迎えることとなる。しかしかつての力を失い、ペルシアによって支配されるが、幾度の反乱の末、アメネルディスが独立を勝ち取り、第28王朝が始まる。しかしこの王朝は彼一代で終わり、ネペリテス一世は全王を追放し新たな王朝を創始した。そしてこの王朝もクーデターによって終わり、最後のエジプト人王朝である第30王朝が始まる。この王朝では大規模な建設事業が行われたほか、古代エジプトの数千年の歴史にて最初に火星を鋳造した。再びエジプト人による繁栄を手にするかと思われたが、再びペルシアに侵攻され支配される。第31王朝はペルシア人王朝であり、エジプト人による反乱も起こされたが失敗に終わった。これ以降エジプトは1000年以上異民族に支配されることとなる。終わり、平定。